北口北与野駅は埼玉県埼玉市中央区上落合2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JA25。当駅に乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、運転系統上は最強線として案内される。島式ホーム1面2線を有する高架駅。ホームは斜めに交差する国道17号をまたいでいる。 東側の埼玉新都心駅とは、高架の歩道を介して、約10分ほどで連絡する。大宮駅管理で、JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する、業務委託駅。指定席券売機、自動改札機が設置されている。緑の窓口は、指定席券売機の設置に伴い、2007年10月31日を、もって閉鎖された。 学割など証明書が必要な乗車券は近くにある埼玉新都心駅で購入可能。2018年3月21日からは始発から午前6時30分までの間、遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働している。1985年9月30日開業の埼京線の各駅は駅ごとに色がつけられた。これは 現在も引き継がれている。当駅のカラーは青色である。上下線で定築性の発車メロディが使用されている。2020年度の1日平均乗車人員は8085人である。最強線の駅では最も利用客数は少ない。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、開業以降の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。 埼玉新都心の西川地区に隣接する、上落合も参照。当駅と与野本町駅の駅間距離は 1.1km で、これは埼京線では最も短い。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。